8番大気シャトル、9番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが検討。ついに大舞台の幕が開けます。チャンピオンズミーティングマイル決勝、一番人気はもちろんこの子。ここまで無敗グランプリウマ娘エルコンドルパサー、二番人気を紹介しましょう。ここまで無敗二冠ウマ娘第一ルビー、注目のここまで無敗二大マイル戦覇者大気シャトル、8枠8番での出走。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。花を奪っていったのは2番桜千代の2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサー、すぐに続いて大気シャトル、4番手には4番桜千代の外オグリキャップ。ここまでが先頭集団、先頭集団を見ていきましょう。2番桜千代の先頭に立ちました。届きました大気シャトル、その外並んでエルコンドルバサー、大気シャトル上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。各馬娘一段となって団子状態の大混戦、これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭は依然2番桜千代の1馬身リード、大欅を越え4コーナーへ。誰にも邪魔させない。勝負は最後の直線に持ち越された。エルコンドルパーサーまだ抑えたままだ。さあ外から先頭を伺うのは大気シャトル、大気シャトル前を狙っているぞ。エルコンドルパーサー外で足を溜めています。最終コーナー先陣を切ったのは2番桜千代の7番成田大志、並びかけてきた。400を切りました。大気シャトル突っ込んでくる。7番成田大志見事なごぼう抜きを見せる。ベストショットは逃しません。200を通過。第1ルビー追いすがる。7番成田大志リードは1馬身、やりました。7番成田大志見事先頭でゴールを駆け抜け、チャンピオンズミーティングマイルを制しました。7番成田大志2着には第1ルビー、3着に入ったのは大気シャトル。私の実力思い知ってた。